8ミ、mm、リ映画とは8ミリメートル幅のフィルムを利用した映画。映写にあたって免許資格が不要であり、取り扱いが簡便なことから、主に家庭用に1932年から発売され、さらには教育用や産業用などでも広く使われた。1965年頃にはコダックや富士フィルムによって数々の改良がされ、1970年代に ピークを迎えた。撮影用の生フィルムだけでなく、後のビデオソフトや DVD ソフトのように、人気映画を収録して、家庭で映写するためのパッケージも多数発売されている。1980年前後には、こうしたパッケージがまずビデオテープにとって代わられて、姿を消し、1980年代後半に入り、家庭用の VHS ビデオテープを小型化した。 VHSC や8ミリビデオが発売されると、今度は撮影用の市場も急激に縮小し、フィルムや機材の生産、現像サービスの多くが中止され始めた。一般家庭や企業などの映像記録用としての役割を終えた後も、アマチュア映像制作者、特にアニメーションや特撮の自主制作を行う者にとっては、スクリーンに映写でき、 物理的にフィルムを切り張りすることで編集に効果な機材を必要とせず、1コマずつの撮影が可能で、現像済みのフィルムを針などで引っ掻くことで、シネカリグラフィと呼ばれる、透過光や、光学合成に似た効果を気軽に出せる、などの利点があった。このため大手メーカーが 8mm のカメラや、映写機の製造を終了した1990年代以降も 8mm で、 多くの自主映画が制作され、全国の自主映画愛好者によって上映され続けた。しかし2000年代後半になると、ミニード部や液晶プロジェクターの登場と、パソコンの高性能おけ、低価格化で、デジタル映像編集が個人でも可能になった。それらと比較して8ト、mm、ルは、現像やフィルム台といった、完在費やフィルムの保存に関する問題、完成させても、 映写可能な場所が限定され、最終的には DVD などにコピーしなければ一般公開が困難などの弱点があり、それが嫌われ利用者が急激に減少した。一方で写真と同じように銀園フィルムを好むユーザーが少なからず存在する。なお、テレビドラマ用には面積が4倍の16ミリ、劇場用映画には面積が16倍の35ミリが使用されるのが、 一般的である。近年では、プロの現場でもフィルムを使用しないデジタルシネマが登場している。8ミリは家庭用を目的として登場した。そのため、当初は価格を低廉に抑える必要から、音声機能を持たないサイレント方式のみだった。後に、市販ソフト用にトーキーフィルムも開発された。これは、当初、16ミリや35ミリと同じ光学式だった。 あとに、家庭用カメラや家庭用 A 社機によるアフレコを可能とした磁気式が開発され、互換性の問題からこれ以降に発売された A 社機は両方の再生機能を備えるようになった。フィルムの両端ギリギリにトラックのステレオ録音が可能な製品もあったが、ビデオカメラの普及に伴い現在はシングル8、スーパー8とも製造を中止している。 8ミリフィルムには大別して白黒とカラーに分かれ、そのほとんどがリバーサルフィルムである。カラーフィルムには自然光での撮影に適したデイライト型と白熱灯などの人工光での撮影に適したタングステン型が存在する。撮影時の光源によってフィルムを選択する必要がある。ダブル8も参照。1932年にコダックが発表した企画。 16ミリ幅のフィルムでリールに巻かれている形のフィルム。16ミリ幅のフィルムだが16ミリ撮影用のフィルムとはパワーフォレーションのピッチが異なる。通常は25フィート間16ミリ幅フィルムの半分の幅を交互に使って往復撮影を行い、現像後半分に切って8ミリフィルムとした。一部には100フィート巻きも存在した。 片面撮影終了後リールをひっくり返して残る片面を撮影する必要があり面倒だった。明るいところでのフィルム装填作業も可能だが直射日光下では困難を伴い万全を期すためにはダークバックを使用した。標準撮影コマ数は16コマ秒である。撮影時間は各面約2分で合計約4分。アメリカではレギュラーマイナス8。 イギリスではスタンダードマイナス8、その他のヨーロッパの国々ではノーマルマイナス8と呼ばれている。1965年にスーパー8、シングル8が発表されるまでは8ミリの標準規格だった。日本のメーカーもカメラ、映写機などの機材やフィルムを発売していたが、その後衰退していった。その後、フィルムは大手メーカーからは発売されておらず。 一部の海外のマニアが加工、制作し販売している。日本国内では、墨田区にある有限会社レトロエンタープライズのレトロ通販が販売代行、現像を担当している。詳細は、フィルム略歴を参照、ベルハウエルフィルム 127A、アグファムービックス8コムズイクロン1935年にアメリカベルハウエル社が発表した企画。 8ミ、mm、リ幅のフィルムでリールに巻かれている形のフィルムとシングル幅用の8ト、mm、ル撮影機フィルム 127A であった。このベルハウエル式シングル8ストレート、A、とは W8 ほどには市場に出回ることはなく、1936年には W8 に設計し直されてフィルム 134A として発売された。この 同様の試みとして8ミリ幅のフィルムを独自カートリッジに収めた1937年のドイツ製アグファモベックス8、1956年のアメリカ製ボルシー8、1964年の富士フィルムラピット8、ソビエート連邦の火山工学機器工場製のエクランシリーズカメラ、スベーマ射精フィルムなどが挙げられる。スーパー8ミリメートルフィルムも参照コダック社が、 開発し、1965年に発表した企画。従来の W8 と同じアセテートベースを採用している。W8 との相違点はパーフォレーションを小さくし、その分、画像面積を約1.5倍に拡大、また16コマ、毎秒が標準だったフィルム走行速度を18コマ、毎秒と早めた。さらに、高級機種では、商業映画と同じ24コマ、 毎秒とし、滑らかな動きの撮影、映写を可能とした。カートリッジ形式を採用しており、内部にプレッシャープレートを内蔵しているため、ダブル8のようにゲートにフィルムを通す手間がなくなった。また日中でもフィルムの被りや観光を恐れることなく、カメラにフィルムを装填できるようになり、カートリッジの切り込みによって、フィルム感度の設定を自動にすることができた。 フィルムの走行に一軸構造が採用されているために、フィルムの巻き戻しが不可能になってしまい、オーバーラップなどの特殊効果ができなくなってしまったが、後に一部制限があるものの巻き戻しを可能にした。スーパー8のカラーフィルムには、基本的にタングステンタイプのフィルムしかない。なお、カメラに内蔵されたフィルターによって、太陽効果でも撮影できるようになっている。コダック社製。 コダクロームフィルムの発色の良さから根強い人気があった。同フィルムは2006年に次に発売されたエクタクローム 64T も2010年に生産終了となり、代わりに同年エクタクローム 100D が発売となった。他にトライ X やビジョン3やプロ8なども発売されている。海外ではアマチュアやプロの間で多く使われている。 現状2010年現在、エクタクローム 100D 等のカラーリバーサルフィルムのみ、日本国内で現像することが可能である。現像は、墨田区にある有限会社レトロエンタープライズ、レトロ通販が担当している。また主なカメラ店などを通しても、コダック社製、スーパー8フィルムの現像依頼は可能である。シングル8及び、富士フィルムのカメラ製品一覧シングル8。 使用カメラも参照富士フィルムが開発し、1965年に発表した企画。パーフォレーションや画像の寸法などはスーパー8とほぼ同じだが、こちらは PET ベースを採用しており、従来のアセテートより薄く、強度が強くなっている。スーパー8とは厚みが違うため、シングル8とスーパー8をつなぐと映写時にピントがずれる。マガジン形式であり、 VHS テープのように二軸で走行するため自由に巻き戻しなどができる。当初はラピッド8の名で開発され、ドイツのアグフアとの共同開発で世界展開を目指した。パーフォレーションはダブル8と共通支援者機の互換性を保つこととしていた。しかし、開発中にアグフアはコダックのスーパー8に倶り返し、開発から離脱した。富士フィルムは 日本のカメラメーカー及びフィルムメーカーに協力を呼びかけ、パーフォレーションをスーパー8と同等とし性能を対等にした上で発売当初から日本国内でのデファクトスタンダードの立場を確立した。さらに海外市場にも殴り込みをかけ、取り扱いの良好さは海外でも高評価を受け、富士フィルムの世界市場進出の足がかりになった。 現状カメラの出荷停止後も販売を継続していたが、2006年4月25日、富士フィルムは一度2007年3月をもって、フィルムの販売を2008年9月をもって、現像サービスを終了すると発表。このことには、映画関係者や文化人らが危機感を持ち、フィルム文化を存続させる会が結成、大林信彦監督らを発起人に、 約300人の賛同者が事業存続を求めて同社と話し合い、ひとまず設備の更新と修理、販売を数年ほど続けることとなった。現在はサイレントフィルムのみが販売されているが、現像後に自生体を塗布するアフレコ仕上げが行われており、映写機などで後から録音することはできる。2008年頃より機械の故障を理由に、 アフレコ仕上げは中止していたが2009年6月1日より再開した。フィルム現像については2009年現在、日本国内では東京調布市にある富士カラーサービス、東京現像所と墨田区にある有限会社レトロエンタープライズ、レトロ通販で可能。なお、富士フィルムは2009年6月に再びフィルム販売と現像サービスの段階的、 終了予定を発表している。撮影及び映写に必要な一般用機材は生産終了している。入手するには中古カメラを扱う店舗やオークションなどで中古品を探すしかない。ただし、例外的にステレオスプライサー、スプライシングテープに関しては販売が継続されている。代表的な機材として以下のものがある。なお、月のものはすでに生産終了している。 ボームガートン、マーチン W、8mm フィルムゲージェス。ラベンダー d f o r t u n e c i t y c o m 2012年1月23日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年3月15日閲覧。コダックスーパー8フィルム製品情報富士フ,フィルムシングル8富士フィルム 8mm フィルム シングルマイナス8用フィルム販売及び、現像終了のお知らせフィルム文化を存続させる、いシングルマイナス8用フィルム、富士クロム R25N、富士クロム RT200N 販売及び、現像サービス終了延期の、お知らせ、平成19年1月10日シングルマイナス8用、フィルム、富士クロム R25N、富士クロム RT200N 販売及び、 現像終了のご案内2009年6月2日、シングルマイナス8用フィルム、販売及び現像終了のご案内。ありがとうございます。